どうもメテオロイドのミカドです。俺の最近の、お気に入りベストは、シュレッドネックという、簡単に言うと、ギターの練習ツールなんですけども、ギターのネックのがあって、それの6フレット分ぐらい、こんな多分こんなぐらいなんですけど、フレットがあって、まあ、音が出なくて出ないんですけど、チューニングもできないし、だけど左手のフィンガリングとか、まあちょこっと気持ち程度のピッキングの練習とかにはなって、鉛防止というかそんな感じで、よくギターが手元にない、出先、まあ、ホテルとかでよく情報してます。はい。で、そうですね、今後の、まあ、メテオロイドのスケジュールとして、まずフォースシングル鳥籠のサラスホールは鹿の花、これがですね、今までのメテオロイドの作品とは結構まあ違うくはないんですけど、まあ、新しい要素がいっぱいあるかなと思って、まあそうですね、こっちもギターソロも結構弾いてるし、いろんな面で楽しめるんじゃないかなと思います。で、そのまあ引っ提げてというか、まあそうですね、9月6大都市全国6大都市の新宿世界というツアーを回らせていただきます。で、そうですね、そのツアー、回って、ファイナル締めくくりに、東京高輪エリア、これが加入してからは2回目ですかね、のセカンドワンマンやらせていただきますので、気合十分なんで、みんなも気合入れていきましょう。以上でした。Okay.